こんにちは、国土交長崎です。今日も変わる長崎を記憶したいと長崎を走り回っています。さて、長崎市公会堂跡地には長崎市役所の新庁舎が建設中です。足場もかなり取れて外観がきれいに見えるようになっていますので見に行ってみましょう。この付近を毎日通っている皆さんには変わり映えのない景色かもしれません。でも長崎を離れている皆さんには公会堂跡地にこんな大きな建物が建つなんてびっくりと感じる方もいるかもしれませんね。国土交長崎では日々長崎の街並みを記憶したいと撮影して回っています。映像から場所を当てるクイズも人気です。ぜひチャンネル登録してご覧ください。では長崎市役所の新庁舎ご覧ください。と撮影してきましたが、大きな建物で全体が映りませんでしたね。では少し遠くに行って撮影してみたいと思います。どこから撮影しているでしょうか。国土交長崎クイズではありませんが考えてみてくださいね。どうぞ。長崎市役所は2023年から新庁舎に移るそうです。今日はご視聴いただきありがとうございました。国土交長崎でした。